パ流浄の始まり。パラッパビックリ、目から鱗だもん。見なきゃ損損、パ流浄でシュルラ。恋の勉強が嫌いです。かえって宿題か。毎日のおばさん教育熱心だからな。熱心すぎるくらいだよ。この野郎、俺を誰だと思ってんだ。テレビでおなじみの芸能レポーターだぞ、この野郎。お前みたいなな、僕は勉強と同じくらいテレビでおなじみの芸能レポーターが嫌いです。この始末どうしてくれるんだよ。おい、なんとか言ったらどうだよ。虫類の総称。体は背、腹、両面に甲羅があり、水中または陸上に住む。運転手さん、亀山さんって言うんだ。僕、浦島太郎って言うの。浦島太郎が亀山さんを助けたから、このまま竜宮城に連れて行かれたりして。私も助けていただけないでしょうか。あなたは竜宮城の乙姫。竜宮城の乙姫？
手箱の笛。見て。やあ！信じていただけますでしょうか。信じさせていただきました。すげえ。私たちの竜宮城は、私たちの竜宮城は、美しい海の深くに浮かんでおりました。パラッパパラダイス、オペラペラペラジャン、魔法をざまい、パリュー城の始まり。パラッパびっくり、目から読むだもん、見なきゃ損損、パリュー城でシュビルラ。あなたもいつかはバンパイア、大人になるけれど忘れないでね、バンパイア。青い海のロマンティック、キラ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 。竜宮城はパラダイスです。毎日がミュージカルでした。しかし日本のある一流商事会社がプロジェクトする高級リゾート開発の工事のため、竜宮城が浮かぶ美しい海が汚染されたのです。竜宮城内にも猛毒ガスが発生して、ついに崩壊したのです。お気の毒だと思いませんか？思います。だったら竜宮城を崩壊させた責任を取って私を助けてください。私、住むところがないんです。どうして僕が一流商事会社の責任取らなくちゃいけないの？それはあなたが浦島太郎だからです。分かったような、分からないようなこと言わないでよ。考えておいて。考えておきます。会社の命令でね、1年間の出張になっちゃったんだ。どこへ？フィジー。フィジー？南太平洋のフィジー。ああ、私も行きたい。行っちゃえば。え？うちのママはものすごい教育ママでした。おやつ食べる前に勉強しなさい。見る前に勉強しなさい。勉強の時間ですよ。勉強勉強勉強。ママもフィジーに行っちゃえば勉強しないで済むと思いました。何が嬉しいの？何でも。太郎のことがあるからな、無理だよ。そうね。ガク、はあ、誰か太郎のこと世話してくれる人がいれば私もフィジーに行けるんだけど。私、住むところがないんです。いるいる。
僕と一緒に住まない？え？パパとママは南太平洋のフィジーに出張しました。やったー！やったー！やった！算数の解き方。まさか竜宮城の乙姫が勉強したがるとは夢にも思いませんでした。はい、了解です。あのタクシー、また連絡入れます。お願い、この問題だけでもいいから教えて。冗談じゃないよ。せっかくパパもママもいなくなって勉強しないでいいと思ってたのに。竜宮城では勉強しちゃいけないの。え？勉強すると素直に遊べなくなるからって。竜宮城では勉強は禁止なの。だったらうちでも勉強なんかするなよ。不安なの。何が？全然勉強しない自分が。勉強教えて。この問題だけでもいいから。パパ、ママ。君。はい。トイレはどこだ。あっちです。うん。亀山、カバンを片付けなさい。お水。はい。いや、それにしても狭い家だな。本当に狭いわ。メリー疲れたんだ。地味よね。セキュリティシステムはどうなってる。ありがとう。いい子でしょ。遠足さい。ああ、私のパパのクジラ大王とママのサンゴ女王、この家の主の浦島太郎くん。あ、そう。よろしくね。よろしく。よろしく。ん？これはなんだ？まあ、けがらわしい。小学5年の算数の本じゃないの。乙姫、前また勉強しようとしていたんだね。いえ、それは。勉強はいかんぞ、勉強は。シラカンスは昔、シラカンスは昔、大学教授になりたかった。でも今は偏差値の高いホームラン打つぞ。シラカンス、シラカンス、シラカンス。ま、人生ってそういうもんでしょ。あなた、やっぱり乙姫には私たちがついてなくちゃ。そうだな。よし、私たちもこの家に一緒に住むことにしよう。そうね、陽気にやりましょう。そんな。Thank you.
見られてはいけない奴に竜宮城の不思議を見られてしまった。誰あれ？テレビでおなじみの芸能レポーター。大丈夫よ。玉手箱の笛はこんなこともできるの。竜宮城の不思議を見た？そう、あなたは赤ん坊だから何を見たのかわからないの。一生赤ん坊のまま。安心して、すぐに戻るわ。なんだこの格好。あ、カメだ、この野郎。どう？私のママのお料理は最高。ありがとう。おかわり。あなた何杯食べるの？ごちそうさま。こうして僕は竜宮城の乙姫とその両親のクジラ大王とサンゴ女王と暮らすことになりました。でも心配なことが一つあります。それは、太郎くん、ねえ、この問題だけでもいいから教えて。やだよ、うん、教えてよ、お願い。仲良しだったタコ、人間界に来て苦労してすさんでしまったのね。あの楽しかった竜宮城の日々を思い出して、そしてあの優しいタコに戻って。次回歌う大竜宮城はタコ、お楽しみに。私たちには歌がある。